こんな思いをするくらいなら二度と他人を求めたりしない。16の冬、私は身を切られるほどの辛い別れを経験した。背の高い校門を抜けた向こうは深いイチョウ並木、見上げる青空はまるで天の川のようで、ミルキーウェイか。恥ずかしくなるほどロマンティックな響きだ。クラスメートの前で私がそんな言葉を吐いたらみんなどんな顔をするだろう。意外ね、ひねくれ者の佐藤聖さんにもそんな可愛らしい部分があったなんて。牧場で育てられた天使たち、わざわざ彼女たちを喜ばせるようなことを私が言うわけもない。バカみたい。何が？答えに一番近い言葉は全てで自分。世の中何も不満がありませんって無邪気な顔をして微笑んでいるこの学校の生徒とか、未だに自分の子育てに疑問のかけらも抱いていない困った両親とか、上位の成績をキープしているからとりあえず不良のレッテルを貼らずにいてくれる学校とか、何もかもうんざりしながらそれでも日常を生きている自分とか、澄ました顔してるくせに入ってくる生徒たちを可とか不可とか選別しているマリア様とかね。なぜみんなと一緒に笑わなければならないの？なぜ興味のない話題を付き合いというだけで聞かなければならないの？なぜ？右手でピストルの形を作って白いマリア像へと向ける。両手を合わせ生徒たちのために四六時中天に祈りを捧げているマリア様。一度やってみたいと思っていたのよ。私はあなたなんて信じていないから。祟りなんて怖くない。ナザラのイエスもその母マリアもずっと前に死んでしまった実在の人物だ。2000年近く経っていれば幽霊だってもう随分とくたびれていることだろう。アーメン。愉快愉快。どうだ、マリア様が神様に近い存在ならこういう悪い子羊こそを救うべき。さあここに降りてきて迷える私の魂を救いたまえ。アーメン。何が不満というわけでもない。ただ私の中には何一つ潤いがなかった。何をしたらいいのかわからない。何をしたいのかさえもわからない。しおりと出会ったのはそんな時だった。奥に見える木製のイエス・キリスト像、左にはフルカラーの聖母像、右には色鮮やかなステンドグラス。別に信心深いわけじゃないけど、このお御堂は本当に美しいと思う。こうして長椅子に横たわって自分の肩を抱くように目を閉じると気持ちが安らいでいくのがわかる。硬い殻に守られているようで、誰も私に触れるな。私のことなど忘れてしまえ。誰？あの、ステンドグラスの光を右肩に受けたその人はあまりに白く、そして神々しかった。ごきげんよう。ごきげんよう。微笑みをたたえながら
ゆっくりと歩いてくる彼女。まっすぐな髪は腰にかかるほど長い。間近に見てみれば、最初に感じたほど肌の色は白くなかった。新入生？そうです、今年度からリリアンに。でしょうね。どこかですれ違っていればきっと忘れないと思うから。名前は？久保しおりです。久保しおり。はい。どこのクラス？あ、その1年松組です。松組？確かそれって。え？あ、いや、それでどこの中学だったの？出身中学ですか？言いたくなければいいけど。いえ、そんなこと。長崎の中学です。こちらには推薦の形で入学させていただいて。長崎？その割には言葉に癖がないね。ええ、もともとの生まれが東京ですから。小学校3年生の時に両親が交通事故で亡くなりまして、長崎の叔父に引き取られることになったんです。ご両親が？ごめんなさい。いえ、お気になさらないでください。それでどうして東京に？その義務教育も終わりましたので、叔父の元を離れて東京で暮らしてみようと。一人で？ええ、こちらには親戚もおりませんし。向こうで何か？いえ、そういうわけではありません。少し思うところがありまして、生まれ故郷に戻ってきたのです。それってどういうこと？ま、いいや。一人暮らしって大変でしょ？学生専門の女子寮に入りましたから、こちらへも十分に通える距離です。そっか。たった今会ったばかりの私のぶしつけな質問にも包み隠さず答えてくれる。人を受け入れることのできる心の広さなのだろう。年下なのに私なんかよりもずっと大人びている。しおりに比べたら私なんて。もうよろしいでしょうか？あ、もうそんな時間？そろそろ行かないと。あ、ごめんなさい、お引き止めしてしまっていたのね。いいんです、慣れていますから。慣れて？他校からの新入生は珍しいみたいで、よく質問攻めに遭うのです。そういうことね。ではこれで。そうだわ、私の名は。存じています。ロサギガンティア・アンブートゥン、佐藤聖様。新入生歓迎式で紹介されていらしたから。失礼いたします。久保しおり？何を？いえ、あなたの口から人の名前が飛び出すのなんて初めて聞いたから、珍しいなと思って。久しぶりにバラの館に来てみればこれだもの。大はないわよ。それで？別に、今朝そういう名前の1年生と知り合ったっていうだけの話。あなたのスールと同じクラスみたいだから、何か噂でも聞いてるかと思って。幸子と同じクラス？聞いたことないわね。そう、知らないならいいの。その子がどうかして？別に。じゃあさよなら。ちょっと待ちなさいよ、せっかく来たんだから少しはいなさい。前々から言おうと思っていたんだけど、セイ、あなたつぼみとしての自覚が足りなすぎる。なりたくてつぼみになったわけじゃないし。でもロサギガンティアのスールになった時点で同意したも同じでしょ？その頃お姉さまはまだロサギガンティアじゃなかったもの。またそんなへりくつ言う。私、来年のことを考えると頭痛くなるわ。ロサフェティダ・アンブートゥンのエリコはやることはやるけれど、いつでもつまらなそうな顔しているし、私は平気でサボるし、
来年私たちからブートゥンという言葉が外れたら山百合会は崩壊ね。冗談になってないわよ。それならそれでいいんじゃないの。とにかくもう少しここにいて、せめてあと一人誰かが来るまで。私に逃げられたってあなたの責任じゃないでしょ。でも嫌なの、一人でいる時にあなたを引き止められなかったっていうのは。うん、ありがとう。立ってるのに疲れただけよ。うん、あれ珍しい人がいる。お姉様こそ幸子と一緒とは珍しいですね。偶然廊下で会ったから一緒に来ちゃった。幸子ちゃんは日本人形みたいに綺麗だからついつい構いたくなっちゃうの。バタ臭い顔で申し訳ありません。お姉様、あら拗ねてるの。バカね、性の顔は性の顔で好きよ。何せ顔で妹に選んだんだから。恐れ入ります。お姉様から顔で選んだと聞くのは好きだ。内面なんて見えないものより外見を褒められた方がよほど説得力があるというものだ。さあお茶にしましょうかね。性も、はい。さすが私の扱いに慣れているというよりは私のことをよく分かっている。痛ければいるし痛くなければいない。慣れ合いの雰囲気は嫌いだけれどバラの館は嫌いではないこと。そんな私が誰かに興味を持つことは珍しい。御御堂で会った少女久保しおり、その存在はお姉様とは別の意味で大きなものになりつつあった。私は自分でも驚くほどに積極的だった。翌朝からこうして校門でしおりを待ち伏せている。我ながら幼稚だとは思うが胸の高鳴りは抑えられなかった。ごきげんよう。ごきげんよう。しおりが別の友達と一緒に登校するとか待っている私を拒絶するかもしれないなんてことは脳裏をかすめもしなかった。しかし栞は現れなかった。陽子は久保栞という名前に心当たりがなかったようだし、お御堂で会ったのも二人きりだった。果たして彼女は現実に存在していたのだろうか。どうかなさったのですか聖様。幸子、久保しおりさんってこのクラスよね。ええ、そうですが。実在することは確認できたわけだ。しかしどこにもしおりの姿は見えなかった。彼女今日休み？いいえ、遅刻してきた。ちゃんと朝拝の時間には教室におりましたわ。それから今どこにいるかというと多分お御堂ではないかと思われます。お御堂。彼女敬虔なクリスチャンなんです。ですから朝もかなり早くから来てお祈りをしているわけね。なるほど、それで謎が解けたわ。ロサギガンティア・アン・ブートゥンが訪ねていらしたことをお伝えしておきましょうか。それには及ばないわ。これからお御堂にいらっしゃるのですね。別に。聖様、幸子に非があるわけではない。ただ勘が鋭くある意味邪気がない。分かってはいるがしおりへの関心を年下の幸子に見透かされたようでたまらなく不快だった。意識的か無意識か私の足はある方向へと確実に進んでいる。会えなくてもいい。今の自分に一番正直な気持ちはしおりを遠巻きに眺めたいだけだろう。
しかし、もし二人の出会いが偶然ではなく必然のものであるならば。ごきげんよう、ロサギガンティア・アンブートン。彼女は当たり前のようにそこにいる。私とは正反対にこの世界に愛され、この世界を受け入れた笑顔で。私がしおりに惹かれた理由は、多分。ごきげんよう、しおり。どうなさったんですか？あなたに会いに来たの。あなたに会いたかったの。いつしか私は常に私自身を守っていた心の鎧を脱ぎ捨てていた。退路はすでにない。自分をさらけ出してでも得たいもの、そして救ってもらいたかった。この気持ち、迷惑。迷惑だなんて。私もお会いしたいと思ってましたから。自分でも驚くほどに素直に一粒の涙が流れた。しおりを与えてくれた神に心から感謝したかった。私としおりは少しずつ確実に親しくなっていった。学年が違う私たちはできるだけ時間を見つけて一日2回は二人きりで過ごせるように努力した。朝御御堂に通うしおりに私が付き合うこともあったし、昼休みに外で食事をすることもあった。放課後の校庭を一緒に散策することもできた。私はバラの館からも遠ざかり、ますますしおりにのめり込んでいった。もう少し距離を置いた方がいいんじゃない？ようこ、何のこと？分かっているでしょ、久保しおりのことよ。あの子、あなたの何なの？何って笑い事じゃないわ。ああ、ごめんなさい。ただあなたも気が休まる暇がないわね。手のかかる妹の面倒だけでも大変なのに、幸子の習い事を全部やめさせたって噂、本当？今は私と幸子のことを議論している時じゃないでしょ。久保しおりとあなたの問題よ。問題ね。陽子が言いたいことはわかる。多分私たちは持って生まれた二つの手を両方とも同じ相手と結んでしまっているのだ。そして話すことなどできやしない。あなたが妹にしたいならそれでもいいわ。何も無理に引き離そうって言ってるんじゃない。でも今のままでいいはずはないでしょ。正式にロザリオの授受を行ってみんなにちゃんと紹介なさい。考えておくわ。せえ。考えておくわ。だから行っていい？いいわ、きっとね。今さらロザリオの授受なんて滑稽すぎる。そんなものは象徴がなければ安心できない人たちがするものであって、私としおりは違う。せえ。しおり、どうしたの？別に何もないよ。何か言われた？私たちの味方は誰もいないのかもしれないね。そんな風に言うものではないわ。ダメよ、投げやりになったら。うん。ああ、すごい雨ね。しばらくこの温室で雨宿りしましょう。濡れたの大丈夫？私はプールの授業の後だから。プールで濡れるのは仕方ないけれど、制服が濡れたら悲惨でしょ。先生と同じこと言ってる。一雨来るかもしれないって一応早く終わったのよ。でも先生の読みより少しだけ雨の方が早かったみたい。みんな振られずにバスに乗れたかしら。ちょっとじっとして。いいよ、しおり、自分を先に拭きなって。ほら、
動かないで。はい、すぐだからね。しおりに髪を拭いてもらったそれだけで、私の心臓は早金のようになっていた。タオルに染みていたプールの独特の匂いが一瞬だけ私の鼻をくすぐり、すぐに消えていく。これでいいかな。じゃあ私も。濡れた髪をタオルで挟み込むようにして水分を吸い取る、その仕草。言いようもない喉の渇きを感じながら、私は今何をすべきなのか、いや何をしたいのかが分からずにいた。しおりはいつの間にか私に寄り添うようにしてうたた寝を始めていた。きっと疲れているのだろう。そしてこの二人の時間に安心しているのだろう。誰もいない古い温室、束の間の通り雨。今この瞬間だけ、しおりのすべては私のものだ。誰にも邪魔されることなく、しおり。私は不意に二人の湿った長い髪を一筋ずつ手にし、一つにしてみた。しかし色も質も違う髪は合わさることなく、ハラハラと分かれてしまう。意地になって二人の髪を三つ編みにする。ようやく二人は一つになった。何してるの？何でもない。もう少し寝ていてもいいよ。雨が止んだら起こしてあげる。うん。雨よ、止むな。雨よ、止むな。私は半ば本気でこのまま時が止まると信じていた。しおりの存在は私の中でますます大きくなっていた。いつしか自然の中に取り込まれるより強く、しおりと溶け合って消えてしまいたいと願うようになっていった。この気持ちは何なのだろう。自分以外の誰かを求める、その行き着く先はどこなのだろう。男女の恋愛とどこが違うのだろう。しおりのそばにいたい。しおりを離したくない。しおりと一つになりたい。この気持ちは一体何なのだろう。どんな本を読んでも私の求める答えはない。もしかしたら私はどこか壊れているのかもしれない。疑問を抱いたまま学園祭の季節を迎え、私は久しぶりにバラの館に通うようになった。しおりがクラスの展示制作に追われていて、二人きりの時間を持てなくなっていることもあるだろう。しかし私がしおりのために時間を作ることはあっても、その逆を強いることはできなかった。あら、せい、いたの？ええ、珍しく。別に珍しくもないわ。最近はここによく来てるじゃないの。たとえ時間つぶしだとしても。お見通しですね。私を誰だと思ってるの？あなたのお姉さんよ。そうですね。私もそうやって誰かにお姉様と呼ばれる日が来るんでしょうか。さあね。その気もないくせに余計なことを考えなくてもいいわよ。お姉様はどう思ってるんです？何を？私がスールを持たないこと。別に陽子ちゃんなら何か言いたいでしょうけど、強制するものではないから。
私はしおりを妹にする気はないんです。聖がそう思うならいいんじゃない。それはあなたとしおりさんの問題でしょ。それでいいんですか。いいわよ。他の人なら妹を持つかもしれませんよ。ロサギガンティアンブートゥンのプティスールを。どういう意味。姉妹の縁を切ってあなたに代わる新たな妹を迎えろとでも言いたいの。ダメよ。私は別に孫の顔を見ることだけが生きがいの情けないおばあちゃんじゃないの。あなたの後に誰がロサギガンティアを継ごうがどうでもいいわ。それより約束をたがえないでちょうだい。あなたは私が卒業するまでちゃんと私のそばにいるのよ。でも3年生になってそれでも妹を持たなかったとしてもそれはどうにでもなることだから。お姉様。いいのよ、無理しないで。あなたは自分が後悔しない道を歩きなさい。やはりお姉様は偉大な人だ。ロサギガンティアの称号を持つだけのことはある。私は3年生になったとしてもお姉様のように心優しい言葉を誰かにかけてあげられそうにない。学園祭も無事終わり、山百合会幹部主催の手話劇も好評を博した。またもやバラの館から足が遠のきがちだった私を陽子が待ち伏せていた。せい。陽子。よかった、探してたのよ。何。そんな顔しないで、まるで私が疫病神みたいじゃない。私はあなたによほど嫌われているみたいね。仕方ないか。私は不器用でロサギガンティアみたいに上手に接することができないから。あなたのどこが不器用なのよ。え？世話好きで人当たりが良くて優等生で平均的な美人でいいお嬢さんの見本のような陽子が人付き合いに不器用だなんて笑わせる。とにかくたまには私に付き合って。分かったわよ。以前私が言ったことを覚えてる。またお説教。距離を置いてって言ったんだけれど。私そうだったかしら。私今でもそう思っている。いいえ、ますますそう思うようになってきた。あなたは少し冷静になってしおりさんとの距離を見直すべきだわ。私たちのこと何も知らないくせに。じゃああなたはしおりさんの何を知っているの。何って。大きなお世話かもしれないけれど聞いて。あまり深入りしない方がいいと思う。ほんと大きなお世話ね。だいたいどうしてそんなことをわざわざ言うのよ。あなたが傷つくところを見たくないから。私が傷つく。どうして。今のあなたはしおりさんに全てを注いでいるように見えるわ。だいたいあなた方二人今後のことについて話し合ったことがあるの。今後のこと。しおりさんはきっと強い人なんでしょう。だからいいわ。でもせい、あなたしおりさんがいなくなった時に受ける自分のダメージ考えてみたことある。しおりがいなくなる。陽子が投げかけてきた言葉は思っても見なかったことばかりだ。確かに将来のことを話し合ったこともないし、今を過ごすことしか考えてない。いや、私はそれで十分だと思っていた。あなた本当は何も聞かされていないじゃないの。どういうこと。しおりさんが高校卒業後修道院に入ることになっているってあなた知らないの。え、彼女シスターになるのよ。嘘。なんで私が嘘をつくの。友達に嫌われるそんな役回りまでして。でもそんな話一度も聞いたことがないわけね。シスター。しおりにこれ以上似つかわしい職業などないような気もする。何しろ出会った時私こそがしおりに救いを求めたのだから。
しおりに聞かないと。大丈夫？しおり！せい、どうしたの？どうしたのじゃない。え？ちょっと。本当なの？え？高校卒業したらシスターになるって本当なの？しおり！本当よ。この学校に入る前からそれは決まっていたの。なぜ今まで隠していたの？隠していたんじゃない。言う機会がなかっただけ。それに言ってどうなるものでもないから。言ってどうなるものでもないって。もともと私は蚊帳の外ってわけ。そんな。私はしおりのこと好きだったけれど、あなたは違っていたの。違う。どうせ私が卒業するまでの付き合いだって気楽に考えていたのね。せいのこと好きよ。信じてもらえないかもしれないけれど、私がこんなに誰かを好きになったの初めて。だったらどうして。せいのこと好きよ。でもごめんなさい。私の存在があなたを傷つけてしまうのね。しおり、ごめんなさい。どうしてもシスターにならないといけないの？私が好きだったらやめるって言って、私のそばから消えないでよ。せい、私より神様を選ぶわけ？シスターはしおり以外にもなりてはいる。でも私にはしおりしかいないのよ。私を見捨てるの？シスターになるのは私の希望なのよ。両親が死んだ時はっきりと決めたの。シスターになると決心したからには、生涯を神に捧げる覚悟で修道院の門を叩くはずだ。神様のものとなったら、しおりは二度と私の手には届かない。そんなの許さない。お願い、責めないで。やめるって言って。もう決めたことよ。じゃあどうして私の目を見て言えないの？迷ってるからじゃないの？違う。しおり、しおり好きよ。いや、マリア様が見ているから。それがしおりの答え。わかった。私はマリア様に負けたのだ。2000年前の幽霊なんてバカにしていたマリア様に、ただの作り物の像に生身の私が。おかしくて涙も出やしない。ついにしおりは呼び止めてくれなかった。だから私も振り返らなかった。その日以来、私は何をする気も起きなくなった。しおりとの関係をうんぬん言われないために勉強を頑張ることもしなくなり、瞬く間に成績は悪化していった。授業態度も悪く、生活態度も良くない私は何度も職員室に呼び出されたが、そこで得たものは分かった風な言い方をする教師たちへの嫌悪感だけだった。あれからしおりには会っていない。会わなくなってますます私はしおりを恋し慕うようになっていた。私が改めて学校から呼び出しを受けたのは2学期の学期末試験を終えた、そんな冬の日のことだった。佐藤生、入ります。そこにおかけなさい。はい。
学園長、それにうちの担任と生活指導のシスター、いつも通りの説教にしては物々しいわね。どうして呼ばれたかわかるか、佐藤。試験の結果でしょ。そうだ、単純に苦手な科目だったとかそういうレベルではない。ここ最近の成績の下降具合については看過できないものがある。はあ、これを見たまえ。私の成績ですね。まったくひどいものだ。原因は分かってるな。勉強しないからでしょ。違う、佐藤、君はもともと優等生だ。他の生徒の模範となるべき人物だ。誰が決めたんだそんなこと。ロサ・ギガンティア・アン・ブートゥンとして来年度の生徒会をまとめていく人物でもある。同じ生徒会の水野陽子をはじめ友人にも優等生が多い。優等生を友人に持つのもよしあしか。誰もがしたい、それに応えるだけの人徳と能力を兼ね備えた君がこんな風になってしまうとは普通では考えられない。あ、先生はどのようにお考えなのですか。私は彼女に良くない友人ができたためと思います。良くない友人ですか。一年末組、久保しおりです。佐藤が好ましくない生徒に変わった原因は彼女であると思われます。何。佐藤、君は黙っていたまえ。久保しおり、確か推薦入学してきた方ですね。ええ、彼女が佐藤に近づいたことで佐藤は学業に専念できなくなったのです。試験の結果が悪くなったのは全てそれが原因です。なんという男だ。自分の指導力不足をなじられる前にしおりをスケープゴートにしようというのか。いや、自分を信じて疑わないだけに、しおり以外に私が堕落した原因を思いつかなかったということか。佐藤さん。はい。今先生がおっしゃったこと本当なの。いえ。佐藤、しおりのせいではありません。いや、彼女が。先生は発言を控えください。佐藤さん、言いたいことがあれば言いなさい。はい。私の成績が落ちたこととしおりとどうして結びつけなければならないんです。悪いところがあったとしてもそれは全て私の責任です。しおりは何も悪くありません。久保しおりもそう言いましたよ。あなたは悪くない、自分が悪いとね。私は誰が悪いということを詮索する必要はないと思っています。しかしこのままではいけないということも分かっています。あなたにも分かるわね。はい。しかし学園長、久保しおりの存在をこのままにしておけば佐藤にとって。しおりは何も悪くない。そうやって精神の安定を欠いていることこそが君が悪影響を受けている証拠だ。悪影響って何ですか。成績で一目瞭然だろう。もちろん授業態度、生活態度、生徒会活動、全てにおいて顕著だ。それはしおりとは関係ありません。他に原因は考えられない。しおりは悪くありません。私が悪いだけで、しおりは何も。しおりは。しかし。そこまでにしましょう。今回はあくまでも厳重注意ということで。学園長、佐藤さんも分かっているはずです。今後成績のことも含め何をすべきかということをね。はい。人と接することは悪いことではありません。でもここが学校である以上分かるわね。はい。ねえ佐藤さん、学園生活は勉強だけが全てではないけれど、一つのことにのめり込んで周りが見えなくなることは寂しいことではないかしら。私だけが分かった。私のしおりへの本当の思いを学園長だけが見抜いていたこと。しおりに連絡を取ろうと思ったが、彼女は外泊許可をもらって学生寮にはいなかった。心当たりに電話をしてみたが、リリアンの修道院にすら顔を出していない。長崎の叔父の家がわかるわけでもなく、私は改めて陽子の言葉を思い出した。
あなたはしおりさんの何を知っているの？そう、何も知らない。私はただしおりを求めていただけで、何も知ろうとはしていなかったのだ。結局しおりには会えないまま終業式の日を迎えることになった。クリスマスの日を。せい、陽子、今日の午後バラの館でクリスマスパーティーをするから、いらっしゃい。クリスマスパーティー？そうよ、山ゆり会のみんなでね。レイちゃんが美味しいクッキーを焼いてきたって、それだけでも来る価値あるわよ。ええ。ね、いらっしゃいよ。気が向いたら行くわ。待っているからね。陽子の気持ちはありがたいが、私には行くべき場所がある。いや、行かねばならない場所がある。約束はしていないけれど、今日あそこに行けば必ず。しおり。セル！しおりは驚くほど自然に私の胸に飛び込んできた。そしてどちらからともなく口づけを交わした。言葉では説明できない複雑な感情を、そうして相手にぶつけるように。しおり、会えない間私はあなたのことだけを思っていた。お祈りしててもあなたの顔が頭から離れない。どうしてこんな風になってしまったのかわからなくて、自分が情けなくて。いいのよ、しおり。私ね、しばらく学園長の部屋で過ごさせてもらっていたの。そうだったんだ。それから長崎の叔父も上京してきたわ。うん。学園長と三人で今後のことを話したりしてたの。学園長先生は私たちのことを察していて、それでとても心配なさっているの。私に道を踏み外さないように熱心にお話ししてもくださった。私は先生のお話にすごく共感して、やっぱりあなたとは一緒にいてはいけないって、そう思ってもう会わないって先生とも約束したのよ。でも、うん、でもダメだった。しおり、会った瞬間席は切られたのだ。私たちは抗うことのできない大波にさらわれて、行き着く先などもう見えなかった。ただ今は一緒に流されていく相手の手を離さないようにするのが精一杯だった。私たちどうなるんだろう。わからない。しおり、一緒に逃げよう。それは今思いついたことではない。ずっと前から、いつかは引き裂かれると分かっていた時から、今のすべてを捨てて、ただ一人を選ぶと分かっていたのだ。逃げる？大丈夫、私たちはきっとうまくやっていける。知らない土地に行って誰にも邪魔されずに生きていこう。生きて？そうよ。嫌？嫌なわけないじゃない。生と一緒なら私はどこへだって行けるわ。でもそんなことできるよ。必要最小限の荷物だけまとめてすぐに結婚しよう。とは言ってもお金とか着替えとかそれなりに用意もあるから、一度家に戻って、それからね。駅で待ち合わせ？そうね、まずは人目につかないように別々に学園を出て荷物を揃えてから落ち合いましょう。
しおりが先に。しおり、それじゃあ後でね。後でね。そう言ったしおりの微笑みを私は忘れない。その時の私は数時間後に必ずやまたその笑顔に会えると信じて疑うことはなかった。3番線電車が参ります。白線の内側に下がってお待ちください。3番線のホームに午後5時、これから逃避行に出かける私の荷物は極端に少ない。通帳と替えの下に、母に怪しまれるのも面倒だったが、今の私にはしおりさえいればいい。二人なら何とでもなる。母には山百合会の幹部連中とクリスマスパーティーをするのだと言って家を出てきた。罪の意識はあるが、しおりとの明日を思いとどまらせるものではない。3番線電車が発車いたします。5時12分しおりはまだ来ない。5時40分しおりは来ない。念のためにホームを端から端まで歩いてみたが、どこにもいなかった。もしかしたら学園長に見つかって足止めを食らっているのかもしれない。となればまだリリアンの修道院にいるのかもしれない。あの、私、久保しおりさんと同じクラスの小笠原幸子と申しますが、しおりさんは？あ、はい。ええ。ええ。そうですか。ありがとうございました。しおりは、4時過ぎに修道院を出たらしい。ならば、とっくについていていいはずだ。午後6時、しおりはまだ来ない。寮に電話してみたら、しおりはなんと大量手続きをして出て行ったという。寮を出て修道院を引き払って、しおりはどこへ行くつもりだったのだろう。そして今、しおりはどこにいるのだろう。午後7時、しおりはまだ来ない。もうしおりは来ないのだ。私はそう考えていた。それでもホームを立ち去ることができずにいたのは、もしかしたらたった今しおりがそこの階段を降りてきてくれるかもしれないというわずかな望みを捨て切ることができずにいたからだ。来ない理由を考えないでもなかったが、もう何もかもがめんどくさかった。このまま今日という日と共に消えてしまいたい。明日などいらない。私はどこへ行くこともできず、ただベンチに座り続けた。寒さに私は自分を抱きしめた。足を組んで首をすぼめて、それでも寒さは言えなかった。どんなものでも私を温めることなどできはしない。今私に必要なのはしおりの手のぬくもりだけだった。しおり、目を固く閉じた。夢ででもしおりに会いたかった。
しおり。せい。お姉様。どうして？しおりさんの代わりに迎えに来たの。しおりは？いないわ。しおりさんはあなたと行かないそうよ。嘘よ。誰かがしおりを隠したんでしょ。しおりはどこ？今から私助けに行く。誰も隠してなんかいないわ。彼女自身で選んだ道よ。嘘よ。手紙を預かってきたわ。はい。しおりから。ごめんなさい。やはり私はあなたと一緒に行けそうもありません。そこにはしおりが自分の意思で私と決別することがはっきりと綴られていた。手帳を破いて書かれた手紙は数枚に及んでいたが、そこで彼女が言わんとしていることはほとんど理解できなかった。ただ一つ分かったことは、私はしおりに捨てられたということだった。しおりさんは一度この駅に来たのよ。ホームにいるあなたを遠くから見つめて、それでやっぱり行けないって思ったんですって。来たのならなぜ直接行かないって私に言わないの？あったら決心が鈍るからでしょうね。鈍る？当たり前でしょ。大人びて見えてもあの子はまだ高校1年生なの。揺れて当然の年齢なの。それはあなたにだって言えることよ。さあ帰りましょう。しおりはどこかに行ったの？ええ、遠いところ。試験休み中に学園長と相談して転校することに決まっていたようね。そこに向かって旅立っていったわ。この駅からね。この駅から。私のせいで。彼女が納得した結果よ。せい。でも私に愛さえしなければ、きっとしおりはリリアンで幸せな3年間を。そうね。でも会ってよかったのよ。会ってよかったと思う未来にすればそれでいいのよ。そんな未来なんてきっと来ない。大丈夫。あなたは死んだわけじゃないんだから。私はお姉様の胸で泣いた。泣き続けた。そして私から吹き出したすべての感情を、溢れる涙のすべてを、お姉様は受け止めてくれた。しかし、私自身は死んでも同じだと思っていた。そばにも、しおりがいないのだから。あなた、自分にはもう何もないとか思わないでね。あなたには私がいるでしょ。え、あなたまさか本気で私があなたの顔だけを愛していると思ってないでしょうね。違うんですか。失礼ね。あれはあなたの負担にならないための方便よ。私があなたの扱い方うまいの知ってるでしょ。でもお姉様は卒業してしまうじゃない。あなたを心配しているのは私だけじゃないわ。ほら、あそこをご覧なさい。陽子。24時間営業のファミリーレストランの前、寒そうに手に息を吹きかけながら立っているのは、紛れもなく水野陽子だった。陽子ちゃんたら、あなたのことを心配しすぎて
バカになっちゃったみたいね。店の中で待っているように言っておいたのに。せい、心配かけてごめんなさい。本当。はい、あーん、レイちゃんのクッキーよ。うん、焼きたてじゃないのに、ヨーコのポケットに入っていたせいか、ほんのり温かかった。涙の味でいっぱいの口の中にホロホロと甘く溶けて、それがすごく美味しくて、私はまた涙を止めることができなくなった。さあ行きましょう。どこへ？私の家。聖のお母さんにはさっき泊まらせるって電話しておいたから、3人でパーティーし直そう。つべこべ言わない。お姉様の命令したことは即決まりよ。明日から楽しい冬休みなんだから、夜更かしして静かに盛り上がろう。お姉様には一生かなわない、そう思った。しおりを失った傷は深くて大きいけれど、私を理解しようとしてくれる誰かがそばにいてくれることは、私をどんなにか慰めてくれることだろう。あ、時間よ。うん。セイ。うん。ハッピーバースデー。別に未練を断ち切るつもりではない。過去との決別でもない。ただしおりの髪を覚えている、この長い髪と共に過ごすのが辛かっただけだ。そして床に散ったそれは何も語りかけては来なかった。あらせい、どこに？どうかした？うん、髪切ったのね。似合うわよ。そう？まだちょっと首のあたりがスースーするんだけど。じき慣れるわよ。そうね、かもしれないわ。ということで仕事仕事。幸子とレイちゃんにはお使いに行ってもらってるから、セイはロサギガンティアのお手伝いで体育館に。はいはい、息を抜く暇もないんだから。お姉さまたちが卒業する前にちゃんと引き継ぎを済ませてね。はい。後で聞いた話だが、しおりを駅で偶然見つけ、そのまま消えようとしていた彼女を追いかけて手紙を書かせたのは、誰であろうこの陽子だった。あの手紙がなかったら、私はお姉さまや陽子の話を信じられなかっただろうから、それは適切な処置だったのだろう。来年こんな私がロサギガンティアになっても、陽子がロサキネンシスでいる限り、リリアン女学園の山百合会は安泰だろう。私は失われた半身を埋める者が決して一人ではないことを知った。卒業おめでとうございます。ありがとう。これからは任せるわよ。はい。じゃあお姉さまからの最後に一言。え？いい？あなたはのめり込みやすいタイプだから、大切なものができたら自分から一歩引きなさい。お姉さま、最後の最後まで私のことを心配してくれている。こんなに出来の悪い妹をよくもここまで面倒を見てくれたと思う。感謝しても感謝しきれない。でも4月から他の大学に通うことになっているから、何かあってももう頼ることはできないのだ。私お姉さまに甘えるだけ甘えて何もお返しできないままで。いいのよ、
それがお姉様の務めなんだから。もし恩返ししてくれる気持ちがあるなら、別の誰かに返してちょうだい。そうね、あなたの未来の妹にでも。今さら妹なんか。そう？お姉様は満開の桜のように華やかに微笑んだ。いずれ一月もすれば、今は寂しげな桜の枝にも夢のような風景が広がることだろう。見上げれば抜けるような青空がどこまでもどこまでも続いていた。集英社ドラマ CD、 今野お雪原作、マリア様が見てる、白き花びら。佐藤誠、豊口恵美、久保しおり、中川明子、水野陽子、篠原恵美、小笠原幸子、伊藤美希、仙台ロサギガンティア、高山みなみ、担任楠木大天、シスター樋口あかり、女生徒海田優子、学園長麻生美代子。